暦を描く。有田焼や着物に描かれる季節の伝統柄を描きながらご紹介いたします。今回の題材は冬のふくらすずめ。芯から凍える冬の寒さは人も動物も丸くなってしまいますよね。その可愛らしさを伝統柄として取り入れたのがふくらすずめ。冬になるとまん丸に膨らむすずめをデザイン化させたものです。コロコロとした姿が豊かさを表す縁起物と考えられています。もともとスズメ自体に厄をついばむという意味があり、一族の繁栄や家内安全の象徴とされていました。漢字で書くと福がいいスズメ、もしくは福が来るスズメ。筆の運びもその漢字のイメージ、ふくらすずめふくらすずめと思いながら書いていきます。その言葉の意味やイメージが自分の書いていく線に現れていきます。おっと、少し乱れましたね。丸いふくふくとしたふくらすずめを書いていると私も笑顔になってきます。伝統柄としてのふくらすずめもですが、振袖の帯の結び方にもその名前がついています。お太鼓結びに右と左にふくらすずめの羽が生えたような結び方だそうです。この愛らしさと縁起を担ぐために家紋になっている場合もあります。最後は目を書き入れていきます。こういった動物を描くときには目が大事になります。可愛らしく描くのか、それともキリッとするのか、目線の方向を考えながら私は最後に入れることが多いです。最後の仕上げに入ります。薄紙を使って少し影をつけていきます。焼き物であればダミという工程です。ここに少しだけ可愛らしく塗っていきます。有田焼のやしゃごチャンネル、みさぴょんでした。またねー。